いきたいと思います。はい、よろしくお願いいたします。森さんの、森さんのところで、いや森さんの声は十分伝わりました。真ん中に来てください。森さんはこういう選挙なんかの集会でみんなの前で挨拶したことはありますか？初めてです。初めてです。初めてなんですよ、ね、それは森さんが、僕が、ね、本気でこの都知事選に出てるということをよ分かってくれて、それなら、ね、今まで一度もやったことないんだけど、みんなの前に出て応援演説してもいいよと言ってくれたの。僕驚いた、正直なところ。よくやってくれたね。どういう気持ちですか？ね、もう高齢者ですしね。やっぱりこれからのことも心配しますし、皆さんと同じです。そしてやっぱり鳥越さん、このことね言っちゃ失礼ですけど、染まってない。やっぱりいろんな政治家の方はね、僕はこう50年も歌ってますけど、何かいつも裏に見えるね、そんな影があって、鳥越さんとはずっと長いお付き合いしてますが、本当にいつもこうきちっと、なんていうんですかね、こうそういう甘いものに気持ちがいかないっていうね、本当にそういう意味ではこういう歌詞になってもらったらぴったりじゃないかなと思いまして、僕たちなかなかこういう歌詞はこういうところ立たないんです。いろんな不安の方、政党ね、の方もいらっしゃるので、でも僕も先ほども言いましたように、もう自分もそういう年齢になったし、皆さんと同じように自分の将来いろんなことを心配してますので、やはりここで鳥越さんに託していい東京をね作ってもらいたいと思ってます。よろしくお願いいたします。森さん、ありがとうございます。森さんはご中歌の中で東京物語というのもあるよね。あれは恋愛もんですからね。あ、そうですか。あ、まあ、おふくろさんですね。あ、やっぱり母の教えをね、生っこう守って立派な人になっていくという、うん、そういう気持ちで。そうですよね。だからね、森さんは皆さん知ってるかどうか知りませんけど、 C 型肝炎でものすごく苦しんだご経験をお持ちなんですね。僕とね、7つ違いの、僕にとってはまあ弟分みたいなもんだけども、まあ兄弟付き合いをさせていただきます、ささいていただいておりますが、彼は C 型肝炎で、あれ何年ぐらい？そうですね、もう10年ぐらいになりますかね。10年。当時はまだね、C 型肝炎が治らないっていう難病だったんですね。そうですね。それでちょっと離婚騒動でね、数値上がりまして、離婚騒動、これは治療しなきゃいけないということで治療に入りまして、まあ、本当によく治療できたなと思って今は。ここでちょっと鳥越さんに若い世代を代表して、はい、坂田さんから質問があるそうです。どうぞどうぞ。よかった。全然代表じゃないんですけど、私も東京都民で、やっぱり学生の奨学金っていうのの学生ローンの問題だったりだとか、はい、あともう近くはないと思うんですけど、保育園の待機児童の問題とかも経験すると思っているのと、はい、あと私は家でも介護をしているので、介護問題は別に遠いものではないんですね。そういった時に、今の政治がとても都民だけではなく、さまざまな人たちの生活を苦しめてるんじゃないかっていう状況に対して、鳥越さんはどのようにお感じになってるのかなっていうことを一言聞かせていただければなと思います。まず最初におっしゃったのが、待機児童、はい、待機児童と奨学金です。奨学金ね。まあ実は日本、まあ、東京ともそうですけども、格差がどんどん開いてる、ね、残念ながら今の日本の政治、東京都政の中で格差が開いてます、非正規の人が今どんどん増えてる。そういう中でどうしても非正規の人と、それからまあ年収でいうと400万というのは一つのあれになりますが、400万ぐらいの人と、その600万ぐらいの上の人というのは、大学へ行く進学率が半分ですね。400万円以下の人は、つまり家族の親の年収によって将来が決まってしまう。日本は本当はそんな国じゃなかったんですよ。それがいつの間か知らない間にこういうふうにもう人生が最初の若い時から決まってしまうような格差社会になってしまいました。これは
奨学金の問題につながってくると思いますね。だから東京都で何ができるかということはもちろん私はじっくり考えなきゃいけませんが、国立私立大学はやっぱり国の問題なので国でやっていただくとして、高校私立公立も含めまして高校や 高等専門学校こういうレベルはですねぜひ、何らかの形で、奨学金給付ということを実現したいなというふうに思っております。マジか。それから、ありがとうございます。待機児童の問題ですね。待機児童の問題はこれはもうあの皆さんご承知の通り、もう一刻も早く何とかしなきゃいけない問題です。これは一つはちゃんと施設を作る、もう一つは保育士の給与を改善する。相当の差があるんですよね今ね。全産業の平均と保育士の間にはおそらくまあ10万円以上の月収報酬の差があります。これではなかなか保育士の人材を確保することは難しい、まあ、ここもきちっとやらなきゃいけない。それから介護の話はもちろんね、もうここにいらっしゃる方は若い方が多いと思うけれども、皆さんのお父さんやお母さんもしくはおじいさんやおばあちゃん、こういう人たちがやがて、まあ、これは人間の一つの運命といいますかね、人生土地を取っていくとだんだんそれは、介護を人に面倒を見てもらわなきゃいけない、そういう時はやがて来る。そういう時に残念ながら日本はまだ介護のシステムがちゃんと整ってません。一つはさっき待機児童の問題と同じで、やはりそういう施設が特養老人ホームが有料老人ホームがね、そういうものがちゃんとまだ足りません。入りたいと思うけれども入れないから仕方なく、ね、自宅で介護でお母さんお父さんが介護状態になっても お母さんが介護していた、しかしお母さんもだんだん介護になってきた、老老介護になってきてる、こういう現実があるわけですよね。だからこれは一刻も早く東京都がきちっとその施設とそれから介護士、この介護士も保育士と同じで離職率が高いんですよね。 20% 近くある。こういう中で介護士の人材が確保できてない、そういう問題が背後にあります。これは東京都がちゃんと、もちろんあの私がもしになった場合はですね、そういう問題には目を向けてきっちりと対処していきたいと思います。以上です。ありがとうございます。鳥越さんはやはり話をとても聞いてくれるっていう部分でも私もとても信頼しているので、この後も話を皆さん聞いていただければなと思います。はい、じゃあ続きまして西澤さんから。じゃあ皆さんどうぞ。はい、どうも、ありがとうございました。ありがとうございました。一曲歌ってもらおうか。そんなこと言えないエリモロボケがないんだから。どうもありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ鳥越さんも一回講談していただきまして、森進一さんでした。最後に応援のメッセージはこの方です。世田谷区区長でいらっしゃる保坂信人さんです。よろしくお願いいたします。皆さんこんにちは。鳥越さん立候補ありがとうございます。ありがとうございます。鳥越さんはジャーナリスト、私もですね後輩の、はい、ジャーナリストやってました。はい、現場から見てですね、もうとにかく事実に徹底的にこだわる、そして、こうだよという表面的な説明、そんなものでは納得しない、自分の足で歩いてとことん真実を極める、そして、何よりですね権力とか権威とかね、まあこの辺でいいじゃないかというところに屈しない、尊敬しています。ありがとうございます。その通りです。で、都知事の実質について話したいと思います。つまりもうこのぐらいでいいじゃないか、都庁というのは大変大きな官僚組織です。今までこうなってます、このようにしてください、鳥越さん都知事になればそういう説明の構成です。ただその時にジャーナリストの目を持って、本当にそうなのか、これでいいのか、聞く耳を持ってぜひですね、その説明の奥にある真実を見抜いていただきたいと思います。
で、そこから言いますと、ちょっと鳥越さんにお聞きたいんですが、はいはい、猪瀬さんが1年で辞めました、はい、そして松村さんが、また1年ちょっとで辞めました、はい、結局私はですね、石原慎太郎さんの都政がずっと続いているような気がするんですが、いかがですか。確かにそれは石原さんの、副知事をやっているのは許さんだからね。だから石原さんの申し子みたいなもん。そうです。で、松添さんもまあ結果的にはね、お金と政治の問題でつまずいたわけですから、まあ基本的には同じ体質を持っていらっしゃったと。で、ひょっとしたらこれはね、ずっとさかのぼったら石原さんのところまでさかのぼるのかなというような、私は確かにそういうふうに思います。そうです。石原都政の特色はとにかく現場から引き上げたことなんです。で、今待機児童の問題、鳥越さんおっしゃいました、はい、例えば世田谷区にですね、2003年まであったのは都立都市保健院って素晴らしい施設があったんです。ここはですね、未熟児で生まれた子どもたち、出産の後ケアが必要な子どもたち全部集めてきて、で24時間小児科医が待機していてですね、でそこに乳児院ですね、虐待とかで保護さ、実は東京都は廃止してしまったんです。で代替もなく廃止、そして今子どもたちや世田谷区も本当に増えてるんですよ。去年生まれた子が8000人、10年前は6000人、どんどん子どもが生まれてきているんで、やっぱり問題産後うつなんです。で育児が孤独なんです。マンションの中で赤ちゃんと向かい合って、いやなんかこうイライラしてしまう、つい手が出てしまうとか、そういう事件も時に起こるんです。でそこで世田谷区では2008年から産後ケアセンターを作ったんです。これはホテルみたいな部屋を置いてですね、そこに赤ちゃんとお母さんがいて、そして1週間ゆっくり、まあ実家機能ですね、今実家の鳥越さんほとんどないんですよ。あ、そうですか。3分の2以上の人たちが実家遠いんです。ですからその産後ケアセンターに泊まって、育児指導とかを助産婦さんに受けて、助産師さんに受けて、まあすっきりして日常に戻るという施設なんですが、これ安倍内閣のですね、少子化対策の切り札褒められたんですね。そしたらどんどん助成してくれるのかなと思ったら、2年間さっぱりそういう動きないんです。で、鳥越さんお願いなんです、はい、東京都もですね、この施設に対して全く後押しがない。ですから世田谷区だけで1年間1億3000万払いながらですね、続けているんですが、まずこの産後ケアセンター、鳥越さんなら、はい、まず3年以内に10箇所作っていただけますか。作りましょう。それは、はい、それはもう確かに大事なことだ。それはね、わかりました。で、そんなに多くの財源もいらない。で、今世田谷区は待機児童、まあ、これは大変厳しい、1000人を超えるんですね。で、それでも今認可保育園を40園一斉に作ってます。一生懸命作ってる。なので3歳以上の待機児はゼロになったんです。この春問題は0歳1歳2歳なんですね。そこで東京都の制度であった保育士っていうのが実は世田谷区に14箇所あります。この14箇所を東京都が実は認証保育に切り替えた途端、援助もやめちゃったんです。で、他の区ではみんななくなったんですが、世田谷区では14箇所やってます。大変人気なんです。で、とても手厚くやってます。この保育士もね、各区各市に鳥越さん作りませんか。そうですね、はい、わかります保育士ね、はい、保育室です。保育室で保育士さんの待遇改善の話をしたいと思います。はい、一番はですね、住宅支援だと思うんですね。つまり鳥越さんの住んでよし、住んでよしのところです。で、新しい保育士さんを獲得するために
これは世田谷区だけの制度じゃないんですよ。国や東京ともそういう制度を持ってるんですが、初に1年目の保育士さんに8万2000円の家賃補助をやってるんです。これを使ってね、100人以上の保育士さんが働き出してます。でだったらこの8万2000円住宅を補助すればですね、実際この東京では家賃高いですからね、8万2000円給料が上がったのと同じです。ですから介護士、それから保育士、これは新しい人だけじゃなくて保育士だけじゃなくて、この家賃助成です、取り組んでほしいです。なるほど、わかりました。ぜひ、はい、お願いします。はい、でついでに言えばですね、東京都では17年間、都営住宅をなんか作ってないみたいな、新しく建て替えはしてくれています。まあ、世田谷区にもそういう建て替えの例はありますが、これからの福祉はですね、多分住宅です。例えば下流老人なんて嫌な言葉もありますよ。下流老人なんて言葉ね、でもみんな家賃が高い。でコンビニで弁当も買えない日もあるって言うんですよ。そしたら住まいをですね、住まいこそ福祉だから、東京都の責任でですね、国がどうあろうが住まいをですね、公的な住居を拡大するやってほしいんです。いかがでしょうか。大変参考にさせていただきます。でこういったですね、住まい支援に加わって今日は若い人たちもいっぱい来ていますよね。もう今奨学金の話、この参議院議員選挙でもいっぱい出ました。世田谷区ではですね、児童養護施設の若者対象に給付型の奨学金、ついにこの春作りました。これは基金を出して寄付も募って、始まっています。また住宅支援もやっています。給付型奨学金でできるんです。まず一人親世帯、格差があってやる気があっても進路を阻まれる、そういう若者をね、ぜひ後押ししてください。鳥谷さんのところでアメリカのバーニー・サンダースいますよね、はいはいはい、彼は74歳なんですね。鳥越さんよりちょっと弟ですね。あ、そうですね。でも見た目は鳥越さんの年上に見えるけどね。そうですね、鳥越さんの方が見た目すると若いんですが、でアメリカの友人に聞くとですね、アメリカの友達に聞くと、どうもバーニー・サンダースはもう格差がひどい、アメリカね、その奨学金、の必要性も、まあ、学費が日本の2倍以上ですから、もう若者が立ち上がった。でサンダース候補は実はなんか鳥越さん若者代表、世代代表になっていったんですね。で若者の力でヒラリーさんと五市で戦って、しかも企業献金を受けないで、なんと2月は50億円くらいですかね、奨学金を集めて大きな波を作り出したようなんです。もう世界中がですね、この格差に怒ってます。富の独り占めに怒ってます。鳥越さんも みんなに都政を取り戻す、財源も取り戻していただけますか。はい、わかりました。頑張れ、しっかりしろ。ちょっと区と連携して、はい、保育園待機児問題、世田谷区が一番ですから、ぜひ一緒に取り戻しに解決してもらいたいと思います。短い間ですけれども、ね、保育の場にも来ていただいて、みんなの声を聞いていただいても、聞いていただきたいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。相談お願いいたします。じゃあ、鳥越さん、前の方に。今日は多くの人にお越しいただいてありがとうございます。暑い中なんですけれど、今回は、東京都知事選に立候補しています鳥越俊太郎さんの演説を行っています。皆さん最後までお付き合いください。あと少しなんですけれど、はい、最後に鳥越さんのご紹介をお願いします。東京都知事には絶対に鳥越さんになっていただきたいと思います。私は都議会代表して都議会議員、野党を代表して、これまで何度 都知事が変わったことか、それも政治とお金の問題です。みんなそれを申請した自民党公明党にも責任があります。
ぜひ都民が本当になってもらいたい人を都知事に押し上げる、それが今日の会ではなったなかったでしょうか。それでは最後に、鳥越さんより皆さんに強いメッセージをお願いいたします。よろしくお願いします。皆さん改めましてこんにちは。こんにちは、鳥越俊太郎でございます。今回は皆様の熱いご声援を応えて私が決断いたしました。ここに至るまでは様々な支援団体の皆様のご配慮、それから都民の皆さんの熱いご声援いただきまして、私は私なりにちゃんと小僧をしっかり噛み締めてやるぞと、最後まで全身全霊をかけて戦うという覚悟を決めました。その思いで今ここに立っております。私は先ほどご紹介ありましたように1965年昭和40年東京オリンピックの前の東京オリンピック翌年に毎日新聞に入りました。そしてそれ以来51年間ひたすら報道の現場を歩いてまいりました。51年間というのは半世紀ですよ。半世紀、このその間1回だけサンデー毎日の編集長というのを1年半だけやってます。これはね、管理職のように見えるけど実はもう現場の仕事なんですよ。だから私は51年間ほとんど現場の報道の現場をずっと歩いてきました。報道現場を歩いてきたということはどういうことを意味するかというとですね、これは常に人の発する声に耳を傾け、そしてその背後に真実は何なのか、事実は何なのかということを見極める目と耳をずっと鍛えてきた、そういう51年間なんです。そしてこれはまさに東京都知事選にあたって私は考えましたけど、やはり猪瀬さん、舛添さんというこの東京都政の混迷の後を受ける都知事は東京都民の発する声にちゃんと耳を傾ける、聞く耳を持っているかどうかがここが分かれ目だと思います。私はその意味では51年間そういう仕事ばっかりしてきましたから、私のもう体に染み付いております。常に人の声に耳を傾けてきました。そして私なりに判断をして行動してきました。東京都知事になった、おそらくそういうことを要求されると思います。だから私はそういう意味では心配しておりません。私がこれまでやってきたことをそのままやっていけばいいんだと思います。それからちょっと一つだけ聞いてください。私のやや個人的な話になりますが、私の父親は73歳で見まかりました。亡くなりました。私が49歳頃でしたかね、亡くなりましたが、私は生前父親とほとんど話をしてません。なぜかというと父親は私にとっては弱い存在に見えた。それは父親はですね、戦前ですよ、大学を卒業して大きな企業に入ったけれども、現場に行っていじめられていろいろあって、思わぬ神経症っていうの分かりますか。精神病じゃないんですよ、神経症。つまり神経がその自分のコントロールを効かないようになってしまう、大変恐ろしい病気なんです。これは閉所恐怖症、高所恐怖症、パニック症候群、みんな神経症です。こういう神経症を患って対人恐怖症というになって、人の前で話ができない。私そのうち受けてたら今ここに俺ない、とても話できない。だけど私はそういう父親にはなりたくない、弱い父親には人間にはなりたくないと思って生きてきました。ところが73歳で父が亡くなった時、私は葬式の日に愕然としました。その葬式の弔辞を呼んでくれた人が5人、身体障害や精神障害者、知的障害者、いわゆる心身障害者と言われる人たちが5人、私の父親の墓前じゃないですね、弔辞を呼んでくれた。
これは私はね、衝撃でしたね。最初は意味がよくわからなかった。で、葬式の日、自宅に戻って母親に聞きました。あれはどういうことなの。そしたら、実はね、お父さんは、私はいつ自殺するかもしれないかと思ってハラハラしながら生きてきたのよ。だけどお父さんは自分が弱い人間であったということをいつも自覚して、だからいつも弱い人の立場で弱者の目で物を見て、そして行動してきたんだ。だから福岡で全国に先駆けて光共同作業所という心身障害者の人たちがそこで働いて自分たちで物を作って売るという、そういう光共同作業所を福岡で初めて立ち上げた時の最初の立ち上げに運営委員長をお父さんはやってたんだよということを初めて聞かされました。それで私は父親に対する思いがその時ガラッと変わりました。ああそうだったんだ、俺が思っていた父親というのは実像とはちょっと違ってたんだ。僕があんなに嫌って、あんな父親、弱い父親、人間にはなりたくないと思っていたのは実は大きな誤りだったということが分かりました。そして今私がここに立っている、なんで立っているのか、それはやはり東京都が強者の強いものを東京都ではダメなんだ。やっぱりね、介護の問題、待機児童の問題、もう様々な問題で苦しんでおられる方、弱者の立場で弱い人の立場で物を見て行動し決断ができる人間が都知事にならなければ、おそらく東京都はこのまま腐っていくというふうに僕は思ったんです。だからそういう意味では父親に感謝を、今は感謝をしております。ああ、父親、お父さん、あなたが導いてくれたんだねというふうに今は思えば、そういう意味では大変ありがたく思っています。で、今日はですね、皆さんの前で3つのことを私の政策として公表したいと思います。それはスローガン的に言いますと、キャッチコピーで言いますと、住んでよし、働いてよし、環境によし、この3つのよしを総合的に政策にして東京都を作っていくということです。よろしいですか。3つのよしです。3つのよし、まず東京、住んでよし。これは東京都にはですね、さまざまな人が住んでいます。もちろん若い人が住んでいます、ね、年配の、ね、お年寄りも住んでいます、女性も住んでいます、男も住んでいます、子供も住んでいる、それから身体の障害者も住んでいます、 LGBT の方も住んでいらっしゃいます。さまざまな方が実は肩を寄せ合うようにして、場合によってはお互いに手をつなぎ合いながら生きていらっしゃる、その東京都をちゃんと住んでいけるような、そういう方々たちがお互いに尊重しながら、お互いの立場を尊重しながら生きていけるような東京都に僕は何とかしてしたい。そのためにはまず最初に介護の問題、ね、これは、大変ここにいらっしゃる方は若い方がいらっしゃる多いんだけれども、あなた方は10年後20年後大きな問題にぶつかることは間違いないんです。それは今団塊の世代、昭和20年3年4年に生まれた方、全体で800万人ぐらいと言われている、この人たちが、ね、一斉に介護をされる立場、85歳ぐらいになるのが2035年、2035年というと大体19年後、まあ、約20年後、そうすると今18歳、20歳の人たちが、20歳の人はですね、あと、20年後ですから、まあ、40歳。40歳とか30代も終わりか、そのぐらいですね、40歳前後になる。40歳前後というのはどういう立場かというと、社会の中で東京と日本を支えていかなきゃいけない世代ですよ、20歳の人は、ね、ところがその自分たちの頭の上に800万というね、膨大な数の介護を必要とする人たちがこうやってくる。そうするとあなたたちは一人ではどうしても支えきれない。今は大変まだ人口構成がですね、3人にで1人の高齢者を支える、つまり騎馬戦型と言われます。騎馬戦というのは3人でこうやって組んで戦いますね。3人で1人を支える社会、ところが
2035年、2045年というふうに、あここにいらっしゃる若い方々が社会の中核を担っていくようになったときに、日本の社会は、